ちょっと ついに手を出してしまった。まあでもね、いっか。いや、もともとやりたいと思ってたからね。スタート。難易度どうしよう。程よい緊張感、達成感。ノーマル。ノーマルいった。イーさん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて。早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーさん。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃね。お。イーさん、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。わ。おいおい。始めちゃったな。本当にやっちゃったな。はい。いや、俺だ、イーさんだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。どもども親犬です。ですね、バイオハザード7やっていきたいと思います。私ですね、実は大のバイオハザード好きなんですけれども、この作品やっておりませんでした。ファーストからね、プレステーション時代からここ私だ。やっているんですけれども、わー、めっちゃ怖い。もうダメ。もうちょっとね、すいません。今日ちょっと口数多いかもしれませんが、よろしくお願いします。いやー、もう、ちょっとね、まあちょっと話しながらやっていくんですけれども、ここ もうやだ。目的、ミアを探す。ミア、現在地。1へ、これ、閉じます。ミアを探しに行きます。すごいね。わかるんだよ。わかっているんだよ。いやー、これ無理や。どっから行けばいい？ちょっと行ける道を探さないといけないか。どうしようかな。お、押し込むと走れる。いいね。こっから行く？恵みを受け入れろ。ちょっと、いやいやいや。いやいや。ちょっとね、ヘッドホンしてるんですけどね。ブーって音が、誰かいたね。走れなくなった。え？急すぎん？ないね。
とりあえずついていこうかなと思うんですけれども、なんで僕は今日このゲームを始めたんだろう。自分、何これ、しゃがむ、しゃがんだら、あのね、バイオシリーズを言うとね、ああいうこういうね、トーテムっていうか、これ何なんだろう。いやーちょっときつい。なんかいろんな鹿っていうか動物の足がありましたね。あのバイオシリーズをやっているとですね、ああいう系のものがあるところは基本的になんかね、あの、あ、死んでる、死んでるよ、しゃがめるな、ちょっといろいろ確認しつつやっていくんですけれども、やばいよ、もうちょっとごめん、もうちょっと音声、あ、なんかある、ちょっと調べよう、あ、オッケーオッケー、対象を詳しく調べる、あ、なんかあった、運転免許証がある、あ、ミヤじゃないか、これはミヤの運転免許証ね、うん、回す、もう回したらなんか出てくる、そういうことはない、ないんか、戻す、うん、で、なんか物を持ってたよね、あ、これじゃない、あ、あったあったあった、ちょっと見てみようか、回す、うん、すげえなんか、ああこれもなんかプリントしてきたんだな、はい、バイオハザード7はですね、ミヤを探しに行くっていう感じでやっていくんですけれども、ああもう無理、ちょっとあやめていいかな、もうちょっと一旦これでやめていいかな今日、あ、なんか音鳴ったよ、ちょっと無理、待ってどうしよう、あーやるべきなのかな、やっていくべきなのかこれは、なんか暗いよ、とっても暗い、待って暗い、暗すぎて何もできない、おい、なんかえ無理じゃないこれ、暗すぎていけないな、どこに行きゃいいんだこれ、わかんない、いやーなんか揺れる感じとか、いや待って、進めないんだけど、え、これどうしようかな、ちょっと待って、ちょっと、いや待って、ちょっと勇気が出ない、ちょっと待ってくださいね、どうしよう、これどうしようかな、じゃエピソード0という風にしてこっちで一旦終わっていいかな、いやこれはあのバイオハザード7のね、新たなね、楽しみ方としてね、入れないっていう形でちょっと一旦、あっ待ってください、あちょっと待って、本当に待って、どうしよう、いいかな、皆さんちょっとね、ちょっと見ていただいた皆様を本当申し訳ないんですけれども、ちょっと今ね本気でちょっと怖くてね、なんでか知らないけどね、深夜でね一人で今撮ってるんですけれども、ちょっとここでね一旦動画終了したいと思います、すいません、これねエピソード0ということでね、僕の方でねちょっともう少し気持ちに余裕を持ってからやっていきたいと思います。本当にね、見に来ていただいた皆様本当申し訳ないんですけど、一旦家入る前ここでね
あのバイオハザード7実況終わる人見たことないかもしれないんですけど、ちょっと今ね僕本気で一人怖いんですね。ちょっとヘッドホンのセットとかちょっといろいろやってから、また改めてこの実況をしたいと思います。バイオハザード7、やってまいりますのでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。